80人という今日の甲子園球場です。そのヒーローの登場を待っている甲子園球場です。ちょっと出てくるまで時間がありますが、ファンの方が誰が出てくるのかというのを楽しみに待っています。紹介していますように、今日はデーゲームで全てのゲームが行われていますが、全てのゲームが終了しています。東京ドームは結局ジャイアンツが終盤に3点を回収したので10対3、カープが3連戦2勝1敗と勝ち越したということになりました。ジャイアンツはあんまり勝利戦は良くないですね。大量点を取られるというのが多かったですし、昨日連敗を止めましたけれども、今日もこういう形でやられましたね。そうですね、オリックスが3連戦3連勝、ロッテが9回にゲームをひっくり返して勝ちました。西武はなかなかこう点を取れないというゲームが多かったんですけれども、昨日今日はよく点を取りました。この甲子園は4対1です。6試合全てが終わっています。昨日今日女性にねプレゼントなどがあるというのをイベントをやってたりということもありまして、女性ファンが広島もね、カープ女子というふうに、ね、言われてます ね、 いいですね。あ、ようやく今ヒーローが出てきました。新井亮太とオスファンですか。実際ブレーを挙げましたオスファンが、そして4万人を超えるタイガースファンの皆さんお待たせしました。今日のヒーローは新井亮太選手とオスファン投手です。まずは亮太さん、ナイスバッティングでした。はい、ありがとうございます。今日は出番までに確か2度準備されたと思いますよね。1度目は新井貴浩選手、お兄さんが行って、その後関本選手が行って、3度目の正直亮太さんが決めてくれました。はい、本当にマグロです。はい、では2アウト満塁で一打が勝利を決定づける一本になりました。そうですね、その場面で打つことは良かったですけど、やっぱ今日の何て言うんですか、やっぱヒーローは鳥谷さんだと思います。鳥谷さんのホームランはどんなふうに見えましたか。やっぱかっこいいですね。さあ、その亮太さんのタイムリーヒットもあってリードは広がっていますので、やったのは最終回ゲームを締めくったオスファン投手です。ありがとうございます。1点差が3点差に変わりました。マウンドの気持ちどうでしたか。マウンドの気分はですね、옆에있는요태선이1점차를3점차로만들어줘서마운드에서좀더편안하게던질수있습니다。バッターの亮太さんが1点差を3点差にしてくれたので、もっと楽な気持ちでピッチングに挑むことができました。そして満員のこの甲子園でゲームを締めくくる気持ち、どんな気分なんですか。ね、で、マジマティング中年でおってすんのか、うっくねんでおってすんのか。일단阪神팬분들정말응원을많이해주시고阪神팬이시그라고듣고한국에서왔는데정말와서느껴보니까정말최고인것같고이阪神팬들때문에힘이더나는것같습니다。で、こう満員の阪神ファンの皆さんがいつも一生懸命応援してくださって、やっぱ韓国からもいろんなファンの皆さんが応援してくれて、やっぱ本当力になります。さあ、今日の勝利が久々のカード勝ち越しにもなりました。
そしていよいよ明後日からは交流戦が始まります。一言ずつ気持ちを聞かせてください。まず亮太さん。はい、まず5月に入って僕自身全然働けなくて、申し訳ありませんでした。交流戦は、身を粉にして働いてチームの勝利に貢献しますので、熱いご声援までよろしくお願いします。지금뭐팬분들정말응원을많이해주시고있지만좀더응원을많이해주시면한신타이거즈가1위할수있도록열심히했습니다。네、これからもたくさんの声援をしてくださったら、もっと頑張って阪神タイガースが1位になれるように頑張ります。ヒーローインタビュー、新井亮太、そしてオスンファンのインタビューが行われました甲子園球場です。ではこの後は和田監督のインタビューをお伝えいたします。先に和田監督に来ていただきました。交流戦までの締めくくり、はい、カード勝ち越しで済みました。今どんなお気持ちですか？そうですね、明後日からね、交流戦、これで弾みつけて入っていきます。今日どうでしょう、まず防御面から、どういうふうな、はい、いいところがありました？まず鶴ですね、一番苦しいイニングを、ピッチャーとね、抑えてくれましたので、そこで、非常にリズムが出て、まあ、その後ね、鳥谷のホームランも出ましたし、非常に流れが良くなりました。金曜日も良かったですし、先発から転向してますが、本当にスムーズですね。そうですね、深原がね、抜けましたんで、そこをどう埋めていくかっていうところで、鶴がね、候補に上がってたんですけど、本当にね、任せられるようなね、ピッチングをしてくれてますので、まあ、これからもね、そういうところで、活かせられるような、内容でしたね。交流戦の使い方もちょっと悩んだりしそうですかね。まあ、悩むというか、ここ2回ほどね、いいピッチング、してくれてますんで、7回、というところね、鶴あたりがね、若いピッチャーをなんとかそこをね、カバーしてくれると、すんなりいくと思います。間隔空いた岩崎はいかがでしたか？はい、いっぺんね、10日間空けましたけど、ストレートは、戻ってきましたね。ちょっと今日は変化球が高かったですけど、5回を1点、十分だと思います。ゴメスのホームラン、鳥谷ホームラン、はい、そうですね、まあ、ちょっと逆に言うと打ちらしくないような、ね、点の取り方でしたけど、最後また1点ではね、ちょっと苦しいところで亮太がね、タイムリーが非常に大きかったですね。亮太選手に関してはちょっとこうスタンバイで3度目みたいなところが見受けられましたが、はい、特段のこう、うん、お考えとかありましたか？いや、展開によってね、使う選手が、変わってくることもありますんで、うん、まあ、そういう意味では2回3回と準備しながらね、集中力を切らずにね、あそこでしっかり打ってくれましたね。はまりましたね。そうですね、ちょっとここのところ、スタメンで使ってる時にね、バッティングが崩れたような、ね、状態でしたけど、1打席で集中していった時にはね、非常にこう勝負強さも見せてくれてますし、これでね、状態を上げてくれればいいんですけどね。いきなりいいピッチャーの対決が予想されますが、はい、交流戦どういうところを注意して戦っていきたいですか？そうですね、まあ、お互い、分からない中でのね、手探り状態のね、試合になると思うんですけど、まあ、パ・リーグの打者というのは結構ね、積極的に振ってきますんで、うん、やっぱりこう、うちもね、見ていくんじゃなくてね、もう振って振ってっていう、うん、そこでタイミングを取りながらね、うん、もう受け身に立たないようにね、うん、とにかくもう攻めていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。和田監督のインタビューをお聞きいただきました。4対1、タイガースが交流戦前最後のゲームを勝った。全体を VTR で振り返りましょう。2回の裏のタイガース、 DeNA 先発の鏡からこの回先頭の4番のゴメス、左中間へ先制の第7号ソロホームラン。1対0とタイガースがリードします。5回の表の DeNA、 タイガース先発岩崎からランナーを2塁に置いて7番の金城、レフトへの同点タイムリーツーベース、1対1と追いつきます。このあと8番岸岡のヒット、これでワンアウトランナー1塁3塁。
して代打の俊輔もショートゴロ。ここもタイガースチャンスを生かすことはできませんでした。6回表の DeNA、ピッチャー高宮に代わったタイガースから先頭の石川スリーベース、いきなり石川がノーアウト3塁のチャンスを作ります。 DeNA 絶好の勝ち越しのチャンスでした。しかし2番柴崎三振、3番勝谷はセカンドゴロ、これがホームタッチアウト。中畑監督の激しい抗議もありましたが DeNA 勝ち越すことはできませんでした。6回の裏タイガース、ピッチャー藤江から3番の鳥谷、レフトポールギリギリのところに入る第2号の勝ち越しソロホーム、2対1とリードします。さらに8回の裏ツーアウト満塁のチャンスを作ってピッチャー福岡から新井亮太、代打の新井亮太センターへの2点タイムリーで4対1、リードは3点に広げます。9回表の DeNA、 抑えのオスファンからワンアウト1塁としますが4番のバルディリス、6-4-3 のダブルプレーで試合終了。タイガース昨日に続いての連勝で交流戦前最後のゲームを締めくくりました。渡辺さん、どうぞ。敗れた DeNA の中畑監督の話です。悔しいけど落ち着けなかった、チームとしてパワーが足りなかったかなと振り返りました。6回の抗議の場面なんですが、石川の懸命のスライディングの姿を見たら体が自然に反応してベンチを飛び出していましたという話です。今は耐えて頑張っていきます、いい意味で切り替えて交流戦に臨みますと声は非常にかすれていました。この放送は5時25分までお伝えいたします。勝ち投手鶴2勝目、おすみさんが実勢の目を出ています。今日は武田和弘さんの解説でお伝えしてきましたが、和田監督はやはりまず鶴の名前で、ね、そうですね、あそこはやっぱりポイントだと思いますね、はい、6回の2アウトから3つ目のアウト、そして7回というのを鶴が4つアウトを取ったというところなんです。もしかしたらこのまま鶴を使っていくと、はい、あそこにぴったりタイプが合うかもしれないですね、そうしますとまた一つこう若いピッチャーがね、出てくるのが大きいですよ、まあ、そうやってこう長いシーズンの中でいろいろシーズンもありながらメンバー構成を変えながら戦っていくということになるわけですけども、さあタイガースからしますとこれで注目オリックス、ソフトバンクというね、4チームとの対戦から始まりますね。頑張りましょう。先ほどインタビューの中にもありましたけども、あの西から相手が、ね、来る可能性がありますのでね、この辺りも非常に楽しみです。それから DeNA は楽天、日本ハムというスケジュールが始まりますが、まあ、中畑監督を切り替えたいという、ね、話もありましたけれども、本当にいかがですか。まあ、悪くはないと思うんですけどね、はい、今度やっぱりこう表に、ね、点が入らないって今日見てでもそうでしたけど、やっぱりこう柴崎のあのボール球を振って、はい、簡単にワンアウト取られたところですね、ああいうところを少しあの直していかないければやっぱり得点力が上がってこないのかなという感じでしたね。それとまたあのブランコが戻ってきたりしますと打線に並びが変わってくるでしょうかね。いろいろ変わってくることはあると思いますから、まだまだ先は長いですから、はい、今からも十分間に合うと思いますよ、さあここから交流戦に入っていきますプロ野球です。まあ、武田さん、今度か放送の中でもご紹介しましたが、交流戦はいろいろなことが入ってきますので、まあ、ここをなんとか5割で抜けたところはね、はい、優勝争いしてくると思うので、ぜひ頑張ってもらいたいですね。まあ、セ・リーグは今カープが、ね、非常に状態がいい、パ・リーグはオリックスとソフトバンクが非常にいい状態でここまでを戦ってきました。これがおよそ1ヶ月の交流戦の中でどういう風になってくるかというところも非常に楽しみなところです。この甲子園球場のゲームは4対1、阪神タイガースが交流戦前最後のゲーム、横浜 DeNA ベイスターズを破りました。武田和弘さんの解説でお伝えをしてまいりました。武田さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ではこの辺で甲子園球場からお別れします。